ニコライ・パブロビチ・アノーサフ、2月17日から1962年12月2日は、ソビエト連邦の指揮者。息子は、ゲンナジー・ロジェストベンスキー。ボリソグレブスクの銀行員の家に生まれ、家庭で音楽教育を受けたものの、地元の高校を卒業後は、ペトルフスキー・ラズモフスカや農業大学に進学し、ほどなく、赤軍に参加した。 クロンシュタットの反乱の際には、砲兵の士官として、赤軍の戦闘に加わり、その後は外務省に勤務。1920年代半ばから、スタニスラフスキーのオペラスタジオで、ピアノ伴奏を務め、音楽活動を行うようになる。1928年には、モスクワフィルハーモニー協会に名を連ね、アンドレイ・ムトルとアナトリー・アレクサンドロフに、音楽理論と作曲を教わった。 1930年には、ラジオ放送で、グルックの歌劇、オルフェオとエウリティーチェを指揮して、デビューを飾り、1933年には、アラム・ハチャ・トゥリアンの舞踏組曲を、モスクワで初演して、名を挙げた。1937年には、ロストフなどぬの公共楽団の主席指揮者となり、翌年には、バクー音楽院の講師に招かれる傍らで、 アゼルバイジャンフィルハーモニー交響楽団の主席指揮者となった。1943年にモスクワ音楽院で作曲の学位を取り、その翌年にモスクワ音楽院の講師となった。1945年から1950年までレフ・シテーンベルクの創設したモスクワ国立交響楽団の主席指揮者を務め、1947年からは、 モスクワ音楽院のオペラ科の指導も任されるようになった。1951年には教授に昇格し、ソ連の名誉芸術家の称号を贈られている。1962年12月2日にモスクワにて死去した。ありがとうございます。